こんにちは、すずらんこ道のすずらんです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。今日は速やかさんからこちらのカリンバが届きましたので開けていきたいと思います。このチャンネルではカリンバの練習動画や楽譜、カリンバ本体のレビューなどカリンバに関する情報をお届けしております。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それではどうぞ。はい、ということで今回はこちらの箱を開けていきたいと思います。先ほど届いたばかりです。夕方の5時半くらいだったかな。で、今撮影開始しているのが5時40分です。早速開けていきたいと思います。多分速やかさんのだと思います。違ってたら取り直します送りますってね、連絡があったので、はい、ありがとうございます。開けていきたいと思います。あ、やっぱりそうかな。はい、お、いつものあれですね、魚の形のカリンバの台と速やかさんの練習本とチューニングハンマーは別に入っています。はい、そしていよいよお楽しみのこちら開けていきたいと思います。結構深さのあるケースですね。いきます。あ、入ってなかった。え、何これ。あ、何これ。あ、かわいい速やかさんのロゴのワンちゃんたち。あ、あ、すごい、楽譜が書ける紙。あ、ここに楽譜を書いて見ながら弾けるってことかな。あ、すごい、すごいキラキラしてる。でも速やかさんのこれを入れたいですね。うんうん、はい、ではこちらも開けていきます。ここに入っていたのは先ほどの魚のこのカリンバを置く台ですね。はい、それから、あ、写真付きでキーの配置の表が入ってますね。B 調なんですね。音階はシャープの低い1ドから高い高いファまでありますということです。41音全音階。はい、そうか、B 調なので中段は B 調、上段は C 調というような形では使えないみたいですね。はい、音階シールがありましたね。あ、速やかさんのシールもあるのかな。あ、今回は速やかさんの音階シールはついてませんね。多分低い度まであるから使用できないということですかね。おー、いよいよこちらです。すごい、うわー、あ、ここに速やかさんのロゴが入ってる。かわいい。はい、竹素材の41キーカリンバが届きました。なんかすごいですね。こうやって見るといいかな。3段なんですけど、なんだろうな。すごいな。なんか近未来的なその表現が合ってるのかわかりませんけど、こっから見るとすごいですね。金属の板って感じで、重さはね結構重たいですね。で、先ほどのここの音階の紙とこの速やかさんのこのロゴも入れることができるんですね。なるほど、どっちがいいかな。でもここに楽譜を入れて演奏するってちょっと新しいひらめきって感じがしますね。あ、こうしておこうかな。速やかって可愛いですね。よし、こうしておこう。先ほどの月と猫のねロゴも可愛いんですけど、まずは全体を写していきたいと思います。竹の節というか、お、模様がしっかりと出ますね。で、逆さまにすると落ちます。気をつけましょう。はい、こんな感じで。はい、ここからは2日目になっています。
昨日のね動画では一応最後まで編集はしたんですけども、キーの配置で難しいと悩んでばかりいまして、撮り直したくなりましたので再度撮っております。ここから前の部分については初見開封の日の動画のままになっております。では続けていきます。この2台で比較をしていきたいと思います。左側なんですけども、以前販売されていた34キーサペリになります。それから右側の方が今回の41キー竹素材になっております。パッと見なんですけども、こちらの41キーの方が小さく見えますよね。なんですけども、この角の丸みが深くなっているだけで、縦と横、高さと幅は同じになっています。高さが11センチ、横幅が13センチです。それから厚みがちょっと違いまして、サペリの方が 2.3 センチ厚、それから竹素材の41キーが2センチ厚になっています。そして次に重さなんですけども、こちらは 674g です。それから今回の41キーの方は、この状態で 617g でした。ここにつけるアクリルカバーをつけると、636g です。アクリルカバーが約 20g ありました。なので、より軽く使いたいなという方はこのアクリルカバーは外していただいた方がいいかなと思います。これはねきっちりはまるというよりもふわっと乗せているだけなので、チューニングの際とかちょっと傾けたりするとコロコロと転がってしまいますので、この点はご注意ください。それから次にキーとブリッジについてお話をしていきます。キーなんですけども、以前のものと同じストレートタイプのキーになっております。ストレートタイプのキーって音がね若干伸びにくいかなって私は思うんですけども、こちら金属ブリッジと、もうストレートタイプの中でもよく音が伸びるタイプのキーになっています。そして皆さん気になるところとすればキーの高さだと思います。一番上の段と2段目の段、これが同じ高さになっています。一番上の段が 3.5 センチ、そして2段目が 2.4 センチの高さでした。で3段目なんですけども、こちらは1センチです。なのでこちらの34キーをお持ちの方は1センチぐらいの高さのところにもう1段キーが並んでいるようなイメージをしていただくと高さなど分かりやすいかなと思います。そして次にブリッジ幅なんですけども、こちら34キーの方は17本ありますので幅が12センチでした。それからこちらの41キーは15本なんですけども、両端にね結構厚みがあるタイプのブリッジなので、こちらは 11.5 センチとなっています。ここのね厚みを減らせばもうちょっと17本とかいけるのかななんてふと思ったりもしましたが、まあ、でもこちらはねこの余白はなるべくギリギリまでついているんですけども、今回の方は溝が掘ってあってここにぴったり収まるように作ってありますね。はい。そしてあとブリッジで大きな違いがあるのは後ろから見てみると分かります。はい。34キーの方は2段目は下からトントンできないんですけども、今回のものは2段目3段目ともに後ろからトントンとすることができます。そして下段の真ん中のキーはちょっとね短いからか重りというかなんかストッパーみたいなものがついていまして、これでキーが抜け落ちないように工夫がされています。そして裏返して見ていただくと分かるんですけども、動画で伝わりにくいかな、このね3段目だけ裏側にポツポツとね何か重りがついてるんですよね。何か音の対策はされているような感じがします。映るかなあ、今ちょっと映ってますかね。ここですね、ここのところ、はい、何かねついてますよね。うん、なんか共鳴対策か何かしてあるのかな。でもねこれね全部の下段のキーじゃないんですよ。この辺り何か音の対策がしてありそうですね。そして気になったところとすればキーの揺れですね。34キーはそれほど動かないんですけども、こちらの41キーは軽くねこう動いてしまいます。なので到着時もだいぶこう偏ったりとかしていたので、チューニングは届いたらまずしてください。まあこのねキーが揺れていなくてもチューニングは必要ですけども、弾いていて揺れるっていうことはありません。はい、ご安心ください。では順番に弾いていきたいと思いますが、こちらの41キーは最初に届いた時点で B 調になっています。こちらは C 調です。
はい、なので音の雰囲気は違いますけども、いつもの命の歌を弾いてみたいと思います。まずはまあ順番に音を弾いてって、それから命の歌を弾いてみたいと思います。それではお聴きください。はい、弾き比べてみましたがいかがでしたでしょうか。どちらも金属ブリッジでよーく響いてくれています。ちょっとね、もしかしたらチューニングがずれてるかもしれない、申し訳ないです、直さずに言ってしまいました。はい、で41キーなんですけども、こちら15音なんですよね。なのでレとミを弾きたいときに、こちらはスライドでこう弾けるんですけども、41キーの方は上段に入っています。しかもこのレはここに入っています。左から2本目なんですよね。なのでこう斜めに下ろしてシレとミド、上から下ろす感じでこの両端の和音を入れたいときはこんな感じでやらないといけないですね。ただね、上段の音の響きが特にすごくいいなと思いました。どうしてもこの両端のキーってなんかね、音が詰まりがちなんですよね。これはまあよく響いてる方だと思います。なんですけども、こちら2本目になってるからなのか、でも上段の一番
右側でもすごくよく響きますよね。むしろ下段より上段の方がよく響いてる感じが。うん、中段のこのシドよりもレミの方がよく響いてるように感じます。ここの響きはね、特にすごいなと思いました。はい、なのでまあこちらはね17金なので1段に全部入ってるんですけども、こちら15音で上に2本あるんですが、こう下段と上段に分かれていても音の響き方にはそれほど問題ないのかなと、はい、思います。で、15本で弾きやすいのかというところがまず最初に私は悩んでしまって、まあ、見ずに弾かれる方は問題ないんですかね。私はどうしてもブラインドタッチで演奏することができないので、こう見ながら弾いてたんですけども、なんだろう、あの詞はここじゃなくて一本隣みたいな感じで多分目で覚えちゃってるのかな。なので紛らわしくって、もう音階シールを先に貼ってしまいました。これは私のものなんですけども、はい、音階シールを貼ったらまあ問題なく弾けるようになってきました。そして重さが 617g とこちらよりは軽かったんですけども、まあ、重心の取り方もそれほど、まあ、やっぱり前の方には重さがあるのでずっと持って演奏をしているとちょっと疲れが出てしまうかもしれません。なので、まあ、何かクッションを置くなり、付属のこのトビウオの台に乗せて演奏をするなり、はい、するといいと思います。これもね、もうちょっと幅があるとぐらつかないかなと思うんですけども、まあ弾きやすい角度に支えてくれます。はい、そして昨日の動画でもすごく悩んでたんですけども、キーの配置ですね。上なんですけども、これね、まだ私ここシールを貼っていません。もしかしたら並び替えをしようかなと思っています。チル系のこのカリンバのよくあることなんですけども、全ての音を入れようとするために、なんだろうな、こうギュッと寄せてある感じなんですよね。 B 調の上に C 調と並べると、どうしても下段と上段で同じ音がこう左右にこう出てきてしまうんですよね。で、私はそれは別に悪いことでは思わないんですけども、ここを解消してなるべく多くのキーを入れようとするとギュッとね、あの同じ音のところを省いてキュッとしてあるので、どうしてもこの、例えば中央のキーで説明します。1234というと私がねちょっとこんがらがってしまいますので、移動度で考えてください。中央の1がドとして表現します。ドドのシャープ、レレのシャープ、ミミのシャープはありませんのでファになりますよね。これが C 調が上に並んでいると、ここがねファになるんですよ。で、左側にもファがありますよね。このファをなくして、次はソのシャープが入っています。ドのシャープ、レ、レのシャープ、ミ、ファ、ソ、ソのシャープ、ラ、ラのシャープ、シ、シのシャープはないんで、ドみたいな感じ。なのでね、ここがキュッとなってるので、この配置がね、私はシールを貼らないとわからなくなってしまいます。で、あとはそのレとミが上にあることで運指もちょっと影響してきますよね。こうミソシレっていきたい時にいけないですよね。これがこう人差し指と親指とうまく使える方はいいのかな。ただ私はこの人差し指まで使う奏法がうまくできません。ここもね難しく感じます。で、考えたのが、多分この B 調にしてあるのは何か理由があって B 調にしてあるのかなと思うんですけども、自己責任で上段を C 調に変えようかなと、はい、思っています。で、両端のキーをレとミを入れます。そうするとちょっとは分かりやすいかなと、はい、思います。なので上段と中段で重なる音が必ず3つでできます。
41音なんですけども、そこから3つ引いて38音対応の41キーカリンバにしたら、どうかな、まだ分かりやすいかな。ただまあ最高音のドレミのところのシャープは全くなしになります。シードレミになるので、はい、そう、そのシャープラのシャープシードレミみたいな感じでやるといいのかな。これはこのカリンバが実際対応できるかどうかっていうのがわからないのと、まだね販売開始前なので、とりあえずこのキーのまま置いておいた方がいいのかというところで今悩んでいます。はい、そして3段目のキーなんですけども、こちらは左側がシャープフラットのない音で、こちらがシャープの音になっています。なので2本飛ばしだったら和音で弾けるんですけども、ここの一番下の下段で和音を入れるというよりは、演奏中の何かベース音のような感じで演奏するといいのかなと。例えて言うなら、まあ私よくわかりませんけど、エレクトーンの足で弾いているところみたいな感じなんですかね。ちょっとね、エレクトーンやってないので、なんとなく今ふと思った例えなんですが、はい、そうするといいのかなと思いました。ですね、できればここの幅をもうちょっと広げて17音対応にしていただけたらよかったかなと思いますね。そうするとキーが増えるからとか、あとはまあ他のメーカー様と被ったような形になるからということで、この形状になっ、クロマチックカリンバの規定ってこのカリンバの界隈では存在してなさそうなので、17音でやっぱり対応してほしかったかなと私は思いました。どうでしょうね、もうこれで慣れて演奏できる方はいいのかもしれません、はい、きっとね試行錯誤で生まれてきたこのカリンバなので、この配置で良い使い方が何かできるのかなとは思いましたが、ごめんなさい、私が今の時点ではちょっと難しいなっていうのがやっぱり2日目経っても、はい、そのような感想になっています。で、誰におすすめかということなんですけども、やはり入門者ではないかなと思います。まあ、入門の方は楽譜を自分でアレンジして作るってことはできないと思うので、その作れない方はあえてクロマチックに挑戦しなくても17キーで十分だと思います。17キーだったらね、市販の方も今はたくさん出ていますし、私も無料楽譜も出していますし、憧れのミサ様の本だって17キーで弾きます、はい、なので初心者、入門者、そして楽譜のアレンジをしない方はもう17キーでとりあえずいいと思います。このカリンバを購入される方はもうクロマチックなので、ご自身で楽譜がアレンジできる人、そしてまあ、なんていうかコレクター的な感じですかね。というのもカリンバって今までたくさんの種類が販売されてきたんですけども、製造中止とか製造終了になってしまったカリンバも、まあ、少なくないんですよね。私のところにあるカリンバももう何でしょうね、100台以上は多分ね今あると思うんですけども、実際現在販売されているものって全てではないんですよ。その時に買っておかないとなくなってしまうというカリンバもあります。昔はねよく販売されていた素材のカリンバも現在はほぼほぼ見なくなってしまったというようなものもありますので、そう思うと買っておいてっていうような感じになるのかなどうかな、このあたりはね、沼の方でしたらもう速やかさんのカリンバは買っておこうみたいな感じになるかもしれませんし、はい、ここはまあご自身の判断でというような感じです。はい、ということで今回は速やかさんの41キーカリンバが届きましたので、初見開封と2日目の感想をご紹介してみました。こちらなんですけどもまだ販売時期が決まっておりません。販売時期が決まりましたらまた動画か SNS か何かでご紹介をしていきたいと思います。今回は以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。また次の動画もお楽しみに。それではすずらんこみちでした。2日目なのにもう25分も喋ってた。編集どうするの私ちょっとやっぱり1日経ってこの朝とかね、今日は1日仕事だったのでずっと触ってはないんですけども、
なんか寝起きにあーでもなーとかいろいろ考えてしまって、何かちょっともうちょっと違う観点からご紹介できるんじゃないのかなとすごいね悩んでたんですよ。いっぱい悩んで今ね見せれないんですけど、会社でもねあの紙コピー用紙を持っててドゥワーって書いてもうすっごい汚い字だから今そこにねあの台本っていうかその紙をメモしたのをね貼ってあるんですよ。まあ汚い字だけどすっごい書いて、いやでもなーみたいな感じで消しては書いて消しては書いて、もう消しゴム使うのめんどくさかったって書いてすごいね考えました。でもどうかな、うん、難しいなっていう印象はやっぱり抜けないですね。15キーというのが私はパッと見て弾けなかったので、初心者の方に最初からおすすめできるのはやっぱ17キーを基準としたクロマチックカリマなんですよね。その方がやっぱり17キーとしても使えるし、また17キーから発展させて楽譜をね自分で作ってっていうような活動にも幅広く対応していけるのでいいんですが、やっぱりねチルの配置は難しいな。全ての半音階まで全部入れようとしたがゆえのですよね。そうあの分かる、ね、下段と上段で同じ音は入れなくてもいいんじゃないかっていうのも分かるんですけども、やばいこなんか、シール貼ってあれば大丈夫なんだけど、どうしようかな、ちょっと市場に変えて音がまだ綺麗になるのかも分かりませんし、まあ、このまま使うのが一番いいのかな。で B 調なので C 調のカリンバとは合わせて弾けませんので、ここだけは本当ご注意ください。音で覚えていけばまあね、音のなんだろう、ここは私はドで貼ってありますけど B 調なので C なんですよね。でその C とかなんだろう、あのこの音階じゃないやつ、元のチューニングを合わせる時の音 C とドのシャープレみたいな感じで、この音で合わせればできないことはないんですけども、同じ運指では演奏一緒に合奏アンサンブルはできませんのでご注意ください。と喋っているとあっという間に30分になるので、そろそろ編集を頑張りたいと思います。声がかかれちゃった。はい、今5時です。何日にアップできるのか楽しみにしていてください。ということで今回は以上です。それではまたまた。